はい、どうもサックでーす。たかしでーす。今日はですね、パーパスマネジメント、社員を幸せにする経営という本のご紹介をしたいと思います。はい、こちらの本ですね。ミッションビジョンはもう古い、一番大事なのはパーパスであるということです。はい、この本ご紹介したいと思います。はい、この本どんな本かと言いますと、この本は組織を良くするには幸せが大事だよっていうことを書いた本になります。はい、昨今ですね、働き方改革が叫ばれていますよね。はい、残業時間をなくそうとか、労働時間をできる限り圧縮しようみたいな流れありますよね。はい、まあ、確かに長時間労働は過労死にもつながりかねないので、この意見っていうのは非常に大事なのは分かります。しかしですね、なんか変だなって思う方も多いんじゃないのかなと思うわけですよ。なんか変。そう、仕事をしている人の中にはですね、たとえ残業しようが仕事が楽しくて仕方ないなんて人もいるわけですよね。まあまあまあ、そうですね。そんな方に残業するなっていうのはむしろマイナスにすらなり得るわけですよ。はい、またですね、企業の中には残業時間を減らすことが目的化してしまって、時短ハラスメントなんて言葉まで生まれてしまってるわけですよ。あ、このように社員を幸せにするはずの働き方改革がマイナスに働くこともあるんですよね。うん、だからなんか変だなって思う方もいるんじゃないのかなっていうことを言うわけです。違和感を感じるってことですね。そうなんです。ではどうすれば組織の活動を良いものにできるのかっていう話ですよ。はい、働き方改革じゃなくて、そのキーワードは幸せとパーパス。パーパスってのは存在意義のことを言うんですけど、この2つだということを著者は言うわけなんですね。はい、この2つを意識して組織運営をすることで、社員のモチベーションは爆上がりして、自分の所属する組織が好きだっていう社員が増えて、組織の業績もうなぎ登りで上がっていくということを著者は言うわけなんですよ。そんな夢のようなキーワードが幸せとパーパスなわけです。今回はそんな最強の組織運営について書かれた本書からですね、大事なのは利益よりも幸せなんだっていう話を最近にさせていただいて、じゃあどうすればその幸せを作り出せるのか、さらに具体的にはどうしていくのか、こういったところをね、解説させていただこうと思います。これ前半だけ聞いてると、はい、ちょっと幸せの押し売り感すごいけど、いや、聞いていただけば納得できます。聞いてたらまた変わってきますか。そうなんですよ。最強の組織運営を知って組織を良くしたいっていう人はぜひ最後までご覧ください。はい、ということで内容入っていきましょう。サックとタカシのおしゃべり本要約。じゃあまずですね、大事なのは利益より幸せっていうところの解説をさせていただきたいと思います。はい、社員の幸せを追求するっていう考えそのものに異議を唱える人っていうのは少ないと思うんですよ。はい、もちろん社員は幸せになってほしいですよね。そうですね。しかしですね、会社の利益よりまず社員の幸せを追求すべきであるって聞かれたら、胸を張ってイエスと言えますかっていうところなんですよね。いや、どうでしょう。だって会社の利益が上がらなかったら社員を幸せにできないんじゃないかな、思いますよね。おそらく先ほどの高橋さんのように、いや、ちょっと待てと躊躇してしまう人が多いんじゃないのかなと思うわけですね。実際経済誌などでは、働き方改革も結構だが、まず会社が儲かってないことにはその実現は難しいっていうような意見が展開されることも珍しくないわけですよ。はい、しかしですね、著者は声を大にしてこう言うんですよね。利益より幸せを追求すべきだということを言うわけなんですよ。まあ、なぜならですね、なぜなら社員の幸福度が上がれば会社の業績も上がるからだということを言ってるんですよね。ニワトリが先か卵が先か、卵が先かってやつですかね。そうなんですよ。もうこの著者は幸福が先だということを言っております。実際これはさまざまなデータで示されておりまして、例えばですね、幸福度の高い社員の生産性っていうのは 31% 高いとか、創造性は3倍高いとかね、幸せな気持ちで物事に取り組んだ人は生産性が 12% 向上するとか、まあこういった例がもう枚挙にいとまがないんですよね。いろんな研究でそういったことが明かされていると、あの本書にはこんなあの例が20個ぐらいバーッと載ってるんですよ。幸福度が高い人はこんだけすごいみたいなのがめっちゃあるんですよね。はい、このように幸せな社員っていうのは生産性、創造性が高く、他者を助ける傾向にあり、疲れ、ストレスからの立ち直りが早く、周囲から好かれ、離職率が低く、仕事への満足度が高いと、パーフェクト社員になると。ちょっと待ってください。います？いるんですよ、幸せな社員は。こんな社員がいたら会社の業績上がらないわけないですよね。まあ、そうですね。当然上がる。もしいたらね。そうなんですよ。いるんですよ。いるんですね。
もしそんな人見たことないっていうんだったら、ちょっと周りの社員はあんまり幸せじゃないかもしれない。あ、逆に僕が見れてないだけかも。そうかもしれない、ね、そもそも私たち日本人っていうのは仕事っていうのは苦しく耐えるものだっていう固定概念ありますよね。だって僕誰かから聞いたけど、給料って我慢料だって聞いた。あ、そういった意見も出ちゃうぐらいなんですよね。しかしですね、イノベーションっていうのはどうやったらもっと楽しく成果を高められるかっていうところから生まれるものじゃないですか。そうですね。苦しんで眉間にシワを寄せていてはいいアイディアっていうのは浮かばないわけですよね。そんな人にいい仕事はできないということを言うわけですよ。もうまさしくその通りかなと思います。これがですね、利益よりも幸せを追求すべき理由だということを著者は言うんですよね。じゃあどうすればそんな幸せ作り出せるんだって。いや本当それ話じゃないですか。どうやってやんのと。じゃあどうすれば幸せを作り出せるんですか。ここをね、今から解説したいと思います。これまでのところで、まあ、幸せが業績につながるってことは分かったと思うんですよ、はい、じゃあ具体的にどうすれば社員の幸福度上がるんですかっていう話ですよね、はい、その答え、著者曰く個人が明確なパーパスを持つことだというわけですよ。まあこれだけ聞いたらね、もうハテナがいっぱいだと思うんですけど、これ一体何かって言いますと、著者が考えるパーパスの意味は存在意義のことを言うんですね、はい、このパーパスには2つの要素が含まれているというふうに言われておりまして、それが自身が大切にする価値観に沿っているっていうことと、社会的意義が含まれている。この2つが揃っていると個人的なパーパスがあるということが言えるわけなんですよ。これちょっとまあ例えばの話をさせてもらいたいんですけども、例えばですね、よく働き高い年収を得るっていう目的を持っている方もいらっしゃると思うんですよね。それ個人の目標としてはいいんですけども、著者の考えるパーパスとは少し違うということを言うわけですよ。自分の価値観に沿っているのか、あなたが高い年収を取ると社会にどんないいことがあるのか、こういった問いに答えられなければ、まあ、パーパスとは言えないということを言うわけですね。でなぜこのパーパスが、まあ、幸せを生み出すのかっていう話なんですけど、まあ、それを考えるのにこのブラック企業について考えてみましょう。このブラック企業っていうのは、要は望まない長時間労働を強いられている企業のことですよね、はい、長時間労働をしているっていう点で言うと、ベンチャー企業なんかも負けず劣らず長時間労働してますよ、はい、しかしですね、ベンチャー企業で働く方々は皆一様に幸せそうだということを著者は言うわけです。これ何が違うのかっていうと、ブラック企業は望まない長時間労働だっていうことですよね。逆にベンチャー企業の方々っていうのは自分の価値観に沿って仕事をして、そこに社会的意義を感じてるんで、どれだけ働いてもそれは自分が望んだことであり、そこには幸せしかないわけなんですよ。なるほど。そうなんです。自分の価値観に沿ってそこに社会的意義を感じてれば仕事は幸せになるわけなんですね。これをパーパスだということを言ってるわけなんですよ、はい、まあ、つまり幸せに仕事をしようと思ったら、昨今言われている働き方改革によって労働時間を短くしても、まあ、意味がないわけですよね。たとえ労働時間を短くしても、そこにパーパスがなければ幸福度は上がらないんですよ。逆に労働時間が長かったとしても、さっきのベンチャー企業の例のようにパーパスがあれば幸福度は上がるということが言えるわけなんですね、まあ、ちなみにですね、あの幸福度と従業員満足度っていうのは別物だと思ってもらっていいです。従業員満足度を上げても社員のパフォーマンスアップにはつながらないというふうに言われておりまして、例えば充実した福利厚生制度があるからといって、うおやる気出るぜとはならないですよね。そうですね、それはそうですよ、はい、そうなんです。なので従業員満足度を上げても幸福度は上がりません。幸福度を上げるのはパーパスですということを言うわけですね、まあ、ということで、まあ、幸せにはパーパスがなんか大事なんだなっていうのは分かっていただけたと思うんですよね、はい、じゃあここからさらにもっと深掘って、具体的にどんな取り組みすればいいんですかっていうところ、これをちょっとね最後解説させていただきたいと思います。ということで、具体的にどうしていくかっていうところなんですけども、もしあなたが一会社員であるならば、まずは自分のパーパスが何かっていうのを深掘って考えていきましょう。パーパスっていうのが何かっていうと、もう一度言うと存在意義のことですね、はい、自分がどんな価値観を大事にしていて、社会的にどんな貢献ができるのかっていうのを考えてみてください、はい、自分はどんな価値観を大事にしているか、そしてどんな貢献ができるのか、はい、ここです。考えますね。そして自分のパーパスがある程度見えてきたなら、次に組織のパーパスと自分のパーパスを重ね合わせようということを言います。組織のパーパスと自分のパーパスが同じようなものなんだったら、その仕事をすることのモチベーションっていうのは間違いなく上がりますよね。逆に組織のパーパスが
自分のパーパスとはちょっと違うなってなれば、どれだけ待遇のいい仕事でも幸せにはなれないわけですよ。なんか価値観、自分の価値観とは違う仕事をしているってなったらね、どうしても違和感が生まれちゃうわけです。もし仮に今働いている組織が自分のパーパスに合わないんだったら、思い切って違う組織に変わることも考慮に入れるべきだということを言っております。ただですね、少しでも重なる部分があるんだったら、そこに意義を見つけることで幸福な働き方はできるということを著者は言っております。はい、これがまあ個人としてのやり方ですね。はい、でもしあなたが組織の経営者側なんだったら、まずは組織のパーパスを明確にして、それを社員に理解共感してもらいましょう。組織のパーパスも個人のパーパスと同じで、何のためにこの会社はあるのかっていう存在意義を考えましょう。ちなみにですね、業界でナンバーワンになるっていうのはパーパスじゃないというふうに言います。この会社があることで世の中にはどんないいことがあるのかっていう、まあ、社会的観点も大事なわけなんですよね。なんでこういったところら辺を考えて、まあ、組織のパーパスを明確にしましょうと。でその上で社員のパーパスを明確にするサポートをしてあげて、組織と社員のパーパスを重ね合わせられるように働きかけようということを言います。こうして組織と社員のパーパスが重なれば、社員の幸福度は上がって、組織の業績も上がりますよということを言うわけですよね。なるほど。なのでまずは個人としての価値観、自分が大事にしているもの、そして自分はどんな社会的貢献ができるんだろうっていうところを考えていただいて、で自分の組織でそれがどういったらできるのかっていうのを考えていただくと、まあ、今の組織でもですね、かなり幸福に働けるんじゃないのかなというふうに思うわけです。逆に経営者の方はまずは組織のパーパスを明確にして、それと社員のパーパスをこう重ね合わせられるように働きかけていってあげてもらえたらなと思います。そうすると幸せを作り出せると。でさらに幸せな社員が増えると、会社の業績も勝手に上がるということを言うわけなんですね。これがパーパスマネジメントになるわけです。はい、はい、分かりました。いかがだったでしょうか。まあ、あの本書にはですね、もっと具体的な例とか、まあ、どうしたらこのパーパスを高めていけるのかっていうのもかなり具体的に書いてあるんで、まあ、気になった方はですね、概要欄にリンク貼ってありますんで、まあ、そちらからぜひ手に取っていただけたらなと思います。はい、ということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。